はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくゲームは信長の野望創造のパープキット版 PS4 でお届けしていきたいと思います。プレイしているシナリオは天王山、信長を討った光秀と秀吉を軸としたシナリオになっています。前回ですね、すでに山崎の戦いで光秀を撃破した秀吉ですが、現在は勝家信孝連合軍との戦いになっています。秀吉がですね、清洲会議、信長の後継ぎを決める清洲会議で信孝ではなく信忠の嫡男幼児の三法相をしたことによって、信孝を支援していた柴田勝家と信孝、この連合軍と戦をするということになっています。現在、その信孝のこもる、岐阜城に向けて進軍を開始するというところから開始していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。城へ戻るぞ。まずは部隊を集結させましょう。勘弁ですね、軍師として天下に名高く、その地望はこのように並ぶものはないとまで言われている。この勘弁は秀吉の参謀軍師だったというふうに言われてますね。これはこの7つの書を集めろというのが戦国伝の一つになりそうだな。そうですね、この孫子だなんだらだっていうのを集めていくっていうのは、まあおそらく国宝で集めていくんだと思うんですが、まあ、地道に取引を見ながら集めていきたいと思います。表情を始めます。先月の収支です。さあ政策で何していくかというところもあるんですが、まずは開発行為をしっかりしてですね、戦に備えておきたいと思います。そしたらですね、岐阜城から一徹が出てきたので、まあ、このままもう城攻めに入りましょう。ちょっとね、兵力が足りないというところはあるんですが、岐阜城は耐久が1万ありますからね、1万以上の軍勢で囲む必要があるんですが、残念ながらそんなに大部隊がいないという現状があるので、かしこまりました。決戦である程度兵力を、抑えつつ何とかしていくしかないですね。いざ参ろう。待機しろ。そしたら秀吉本体4700をいよいよ岐阜にぶつけて、
岐阜城攻めにかかっていく。承知しました。出るとするか。助立ちします。ご命令ください。報告します。報告します。そしたら、まあ、ちょっと気が早いんですが軍団を作っておきましょう。ここは誰に任せるかというとこなんだけど、秀長がいたら秀長にしたいんだけどな。秀長は中国地方方面に行ってるんで、まあここは小六に任せましょう。本来小六はね四国方面を担当してたんですが、ここでは近江を担当してもらいましょう。逃げるなら今のうちで。おお、しまった。誤爆した。終わっちゃったか。回線を仕掛けたかったんですが、お、仕掛けられるぞ。包囲するぞ。出陣するぞ。進め。鉄が出てきてますね。まあ、その数が1000という1380というとこなんで、ここはもう力攻めでいいと思います。かしこまりました。かかれ。我が策、貴様に見切れるか。これで決まりだな。さあこれで耐久位置に5900まで減らせる。これはでかいです、ね、よし、岐阜城を一気に制圧しました。敵将捕らえた。これで岐阜城も抑えたので、いよいよ志津ヶ岳の戦いに入っていきそうですね。芝岳を滅亡させると。そしたらですね、柴田を攻める前に郡上八幡を攻めとくかどうかというところですね。秀吉の直轄部隊で郡上八幡を攻め取りましょう。かしこまりました。本当はね、ここはお任せください。先に勝家を滅ぼすっていうのが先なんですが、郡上八幡まで取ってしまって、承知いたしました。完全に信孝を封じ込めてから、かしこまりました、勝家に向かいましょう。お任せください。でこの亀山城だけ残しておきましょうね。信孝をこの時点で完全に滅ぼすわけにはいきませんから。我が戦お見せしましょう。出陣します。我が戦お見せしましょう。お、黒田長政が加わりましたね。さあこれで回線を仕掛けていきましょう。ここも布陣を見るまでもなく圧倒的にこちらが有利なので、もう力攻めですね。
しこまりました。お任せください。行きます。かかれ。貴様らの動き読めておる。教えてやろう我が戦を。これで決まりだ。ここは引きます。貴様らの動き読めておる。かかれ。やってくれるな。これで一気に武将八番を攻め落としましょう。包囲せよ。敵将を捕獲した。さあこの後ですが、軍を進めていきましょう。どうしようかな。どこから攻めるかというとこなんだけど、やっぱり金ヶ崎から攻めていくしかないんですね。足についてこい。本当はね、北陸方面に兵を進めて攻めたかったんですが、攻め口がちょっとなさそうなので、かしこまりました。金ヶ崎から攻めていきましょう。お任せください。かしこまりました。お任せください。ご命令ください。報告します。報告します。お、勢力の大きい大名があると言ってるけど、どこのことなんだろう。まあ連合できないもんな。でもであれば、まずはしっかりと地盤を固めるという意味でも、そしてですね、中国地方方面を担当する、部隊を別途創設したいとこなんですが、近畿一帯を滑る部隊として軍団を一つ作っちゃいましょう。これを誰に任せるかというとこですね。どうしようかな。これという武将がいないんですが、まあ大谷輸出あたりに任せときましょうか。暫定的に。で早速大谷輸出軍には柴田を攻めてもらいましょう。ください。先月の収支です。と
取引もたまにしてってね、家宝がないかどうかってチェックしていきましょうね。出陣します。さあすでに金ヶ崎で戦闘が起きてますね。さすがに勝家の部隊そう簡単には落とせなそうですね。我が道を開けよ。加勢いたす。助太刀いたしますぞ。行きます。ここで回線を仕掛けていきたいところなんですが、ご命令ください。報告します。報告します。どうなってるか。ちょっと敵の部隊の方が圧倒的に多いですね。柴田勝家4200、これを打ち負かすのはかなり難しそうなので、ちょっと矛先を変えましょう。金ヶ崎城を全力で潰しに行きます。足についてこい。かしこまりました。お任せを。助立ちいたす。出るぞ。必ずや勝つ。これでどうなるかというところですね。出陣するぞ。戦っててもなかなか助けが勝つ。家ご命令ください。報告します。先月の収支です。ここはちょっとね賭けになりますけど、回線を仕掛けていきたいところ。秀吉が前面に出てくるまではちょっと我慢しましょう。加勢いたす。やれ。出陣します。ただこれで金ヶ崎城を囲めそうですね。覚悟。お助けいたします。ご命令を報告します。先月の収支です。五着がどうなってるって。毛利が浮田を攻めてるな。あまりもたもたしてる時間はないですね。一気に柴田を葬り去らないといけない。亀山城に出陣する。出兵しましょう。遊びは終わりだ。表情を始めます。報告します。報告します。推奨命令を出して引き続き勝家討伐です。この腕で召し上がってみせる。戦国伝勝家の死。なるほど。北の将を強行で落城ね。北の将が出陣するぞ。耐久7000か。そしたらですね、進行の指示を北の将に出させましょう。
で出陣するぞ。承知しました。北の将に兵を進めましょう。わしに任せろ。ちょっとね、兵が少ないっていうのが気になりますが、出陣するぞ。柴田勝家2100、佐久間が1700か。ちょっと兵数が足りないかな。止まれ。表情を始めます。先月の終始です。ちょっと軍団の編成をして、孤独の軍団に辺りの城を含めさせてしまいましょう。で、北の将攻めですが、秀吉を北から回り込ませましょう。わしについてこい。助太刀します。かかれ。表情を始めます。清須のオラと戦闘になってもいいので、このまま進めましょう。で、勝家が977。北の将を攻めるにはちょっと部隊の兵力数が足りないですね。黒田官兵衛が3500を率いて北の将に、我が戦ちょっと武器数が欲しい。兵力不足な感じが否めないですね。というわけで秀吉3600、一旦兵を引いて、足に任せろ、蓄えましょう。我に続け。出陣します。いるうちにでもだいぶ兵力が担いでも減ってきてますんで、城を囲んじゃいましょう。で、清須織田から60ヶ月の同盟、承諾しましょう。ここご命令を報告いたします。先月の終始です。報告いたします。内政はいつも通り推奨命令を一通り行って、戦の方に戻ります。さあ北の将ですね。お、ただもう北の将落としたっぽいな。最後勝家とお市の方様は一緒に、自陣したそうですね。
なんかこの悲しい感じですけどね。シズヶ岳の戦いが終結です。お、秀吉が鬼を習得しましたね。これで次の標的が家康になるのかな。お、摂津城を築くぞということで、大阪城ですね。戦国殿大阪城の築城です。石山諏訪に石垣を設置するということで、すでに設置されていたみたいで達成になりました。三の丸を設置するね。そしたらですね、秀吉をもう起乗させて、本拠地を石山諏訪に移しましょう。今秀吉の本拠地は姫路になってるんですが、表情を始めます。先月の終始です。で、当然ですが秀吉は石山諏訪へと引き上げさせます。で、姫路ですね、姫路を大谷義継の軍団に任せていたんですが、この姫路を本拠地に変えて、いよいよ中国地方方面ですね、攻めさせたいと思います。秀長に変えましょう、軍団長も。で、攻略の指針ですね。まずは小禄の部隊ですが、その前にちょっとあれですね、各大名の勢力図とかちょっと見ておきましょうか。まず九州の雄は島津ですね。そして中国地方はやはり毛利。停戦が5ヶ月間残ってます。で、宇喜田と同盟41ヶ月間残ってますね。ここはどうかな。四国に攻め入るというのがいいかもしれないですが、姉小路滅ぼしておきますかね。森、この辺りをまずは攻め取って切り取っていきましょう。というわけで攻略の指示としては、
まずは長島城で滝川和正ですねを滅ぼしましょう。あ、それとですね、すいません、ちょっと軍団もう一度再編成させてください。本拠地はここでいい。で、この近畿一帯は秀吉の直轄に変えます。さあこれでいいですね。秀長に任せて、その秀長ですが、まずは鈴木家を滅ぼしてもらって、で肝心の秀吉ですが、石山諏訪に三の丸を築けだった気がするんですよね。石垣設置して、縄文をまずは鉄縄文にしますか。堀は石垣になっていて、出丸が回収していって、二の丸を作ってしまわないと三の丸作れないですね。で、矢倉もいっそのこと作っていきましょう。これでいいですね。で、しばらく内政をやっていなかったので、内政をちょっとやらせてください。よし、これでいいですね。あとは城が出来上がるのをちょっと待ちましょう。始めましょう。先月の周知です。家宝で何かないか。何なりとお申し付けよう。まあ買っときましょうか。で、あとは毎度大きい回収ですね。まだ二の丸が作れてないのか。できないというわけで、もう1ヶ月進めましょう。始めましょう。先月の収支です。
これで三の丸ですね。秀吉自ら三の丸作っちゃいましょう。で、あとはですね、内政を普通に行って建設をさせてください。あたりは信長の野望お決まりのルーチンワークにはなってしまうんですが、ここだけちょっと漏れてますね、軍団に組み入れるのが。そしたら進行の指示を出させましょうか。長宗我部、まあ、四国はもう攻め込みましょう。このままね、見ていてもしょうがないというのもあるんで。あ、これでいいですね。騎乗する。します。ご命令報告いたす。先月の終始です。で、秀吉の本隊からも出陣させましょう。内戦の方か、いつもお決まりですね。で、浪人がいるということで、維新さんを雇いましょう。さあ、これで石山諏訪に三の丸を設置したので、次は四層天守を設置。そしたら四国そのまま攻め入らせましょうか。出るとするか。ご命令くだされ。先月の終始です。石山諏訪に四層天守。石山諏訪は今三層天守なの？四層天守にするには石垣が必要ということだけど、石垣にはもうなってるんじゃないの？ちょっと待ってくださいね。ああ、用地がもうないのか。そしたら撤去させるしかないな。撤去させて四層天守にするしかないですね。前田刑事だ。前田刑事は引き入れましょう。
表情を始めましょう。これでですね、報告いたします。回収ができるようになっているはず。四層天守、秀吉自ら手掛けましょう。この辺りもなんかね、自動化してくれればすごく楽なんですけどね。おすすめの用地に変えるっていうのをね、ぜひ自動化するものを実装してもらえるとすごくありがたいんですけど。さあ、これで一通り入力終わりました。進めましょう。まだ四層天守は出来上がらないですね。さすがに1ヶ月じゃ無理か。報告いたします。そしたら要請ですね。援軍の要請を出しますか。四国を一気に平らげたいと言っている間に四層天守の設置が完了。これで大阪城になったんじゃないかな。大阪城ついにできましたね。おお、おもちゃ室だ。この黄金の茶室によって利休と仲違いがあったとかなかったとかっていうふうに言われてますよね。さあ、大阪城の築城を達成しました。あ、ついに家康が出てきたかな。あー、違いますね。家康かなと思ったんですが。お、ただやっぱり家康ですね。これで小牧長久手の戦いになるのかな。史実では家康に戦術面で負けて戦略面で勝ったのが秀吉というふうに言われてますけども、ここは一気に家康を滅ぼすような勢いを見せたいと思います。戦国で小牧長久手の戦いやっす。進めましょう。清宗だけを滅亡させるというのが最初の目標になりそうですね。我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。ここは東北地方ですね。ちょっと関係ないので飛ばさせてください。敵が我が領内に向かっております。長島城に 13,500 か。ちょっと思ったより大部隊ですね。逃げるなら今のうちだ。さあ、それではですね、今回木津ヶ岳の戦い、大阪城築城と進めてきましたが、次回は小牧長久手の戦いというのをプレイしていきたいと思うんですが、
長くなってきてしまいましたので、今回は一旦ここで終了したいと思います。また次回も応援よろしくお願いいたします。